か。やっちゃうまい。にいる。かかってこんや。
昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうがボケが。
なんか用があるとや。これは？マダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした、破り捨てないのか。俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん、山笠組がどげんなろうがそげんことはどうでもよか。親父の敵ば撃つ、今の俺らにはそれしかなか。敵なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい、島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の切り場通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって。長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売って、お前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ、ナンバーわけんわからん言葉言おうとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ、どういうことや。一発だ、一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。この勝負だ。怠慢に口
牙挟むやなか。くそが。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。わかっとう、そげんこつ。待って、こんままやったら同情会の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山までやらない。いかんとや。絶対に。さっきも言っただろう。山笠組は解散させない。待って、それじゃ。俺が潰す。福岡にいる東条会の人間、全員をな。なんてか？会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、東条会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとった。貴様らに近っぽ親父の子に返しちゃ。おお、そうばい。こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり玉は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東条会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人これでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの東条会の四代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。まだらめ組長は守ってくれたんだ、俺も。そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。
おかげで下についた俺ら貧乏くじばっかだよ。まあな、俺はまだらめっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんは予言しますか？約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。お兄さん、逃がさねえし。おっさん、金は横さんだ。やるしかない。
殴らないでください。ごめんなさい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。誰か暮らしたかばい。とりあえず兄ちゃん殴るばい。